やるとするか。やるとするわ。ちょっとなんか外の世界をちょっとあれだな。ちょっと探索するか、ちょっと。なんか全体の地図見れないのかね。全体的なそういうのが。そういうのはちょっとこれ結構きつくねえかも。まあ、多分外側に来たことによってなんかいろいろなんか、あ、ちょっとさ、見えるじゃん。そう、これで。あ、ダメだ。見れねえ。まあ、なんか全体も、ちょっとどっかしら通りってちょっとあれだよな。こういうとこだよな。こういうとこを片っ端から調べるよね。何もない。ああ、でもここら辺ちょっと怪しくないか、ちょっとな。こういうとこなんだよな。なんか見覚えあんだ。あれだ、来なかったっけ？なんか来たような。来てないか。わけわかんねえんだよな。ただこれ行ってしまったら今度内側か。ちょっと謎だ。なんか発見したぞ。もう片っ端から行くしかないんだもん。この左下どこだ？多分俺の知ってるとこだと思うけど。お？あれ？ここは？あれ？ここってあそこじゃん。あ、これあそこか。もしや。これあれだよな。昔来たとこだよな。で、ここになんかあの、なんか俺が取り逃しをしたなんか。へぇー、あ、こういうのもあるんだ。この一回なんかあれなのかな、一回来たとこってなんかあれか、また、これようになってんのかね。てれー。ちょっと見てみっか。右上怪しいな。俺が今このさっきとかのこの右上の島でしょ。で、この上、その上と、まあ右上と、まあ適当になんかちょっとなんかまあ、それっぽいこと言っていいんじゃないの。ちょっと適当に来たんですよね。そのさっきのまああの、監獄の、その上、上って感じのところに来たが、絶対ここなんかあるんだよな。これ大変だな、この。この曲なんかあれだな、耳のところに来たらなんか。ちょっと怪しげなところ探していくか。この、ここ怪しいけどな。来た！お？なんだこれ。お、デュプリケーター。絶対ここ怪しい。ここ怪しい。お！そう、これなんだ。おー、それ何？何？怪獣？大怪獣物語。これなんかあれじゃない？その専用のなんか出てくるかもしれない。もしかしたら。これなんもなさ、ちょっと逃げてもいいんじゃないか。ちょっとやばそうな気合を感じる。停車する。全然わかんないんだけど。まあ、ここにいて、ここは多分初めて来るよな。ここはまあ怪しそうだが、さっきのはディプリケーターしかなかったな。なんか怪しいな、ここ。なんかすごい流されてるような。目の錯覚。おー、なんか黒いとこ。なんもないのかな。ちょっと怪しいんだが。てか、なんも見つかんないんだけど。もうまずいぞ。今回、全く何も、あれじゃん。謎の、これ何、なんだこれは。これは絶対なんかあんだろ。さすがに。お？いや、フラグが立ってないんだよな、そもそもな。あからさま怪しいんだけどな。あれ、これあそこもしかして。あ、これあそこか、あの。これ、ブラッドがなんかやったとこじゃないの。もしや。そういうこと？あれ、ここって。ここ行ったっけ？いや、多分行ってない気がするんだが。お！なんか来たぞ。おー、来た。なにこれ。いや、マジでちょっと、謎極まってんだけど。あと、通信やってみるか、ちょっと。もしかしたら何かしら。お！なるほど。謎だ。で、これなんだ。おお。裏とか。ダンジョンか。またちょっと謎の。お。始まりの日。黄金時代。俺もちょっと黄金時代行ってみたいな。どうすっかな。まあいいや。なんかいろいろヒントがある感じなのかな。おお、なんなんだここは。お、なんかあるぞまた。二日目。それヒントじゃないもしかしたら、あ、それなんかヒントっぽいじゃないか。そういった可能性があるな。てれてれ。お？
あれ、戻ってきてない気のせいか。あ、戻ってきてないな。ほー。ほうほう。なんか、第一とか第二とかなんかあったよな。って言ってたってことは、もしかしたらそれを。お、いいですね。てててててて。こうやってやると。微妙に届かないな。ほー。ラッキーカードってなんだ。何？あ、なるほど。そうだったか。ててててで、こっちから来て、おそらくこれが。あー、あ、なんか新緑とか言ったの、それかな、もしかして。なんか新緑だろうな、その暗黒の、暗黒の時代みたいな。多分これ順番どうすんじゃねえか。その。で、1、2、3、4、5、まあ、6の、まあ、ヒントどっかしらにちょっとあって、それを探してみたいな。多分そういうことだな。さあ、どこだ、それが。ああ、なるほど。あ、やっぱそういうことだな。これ、白が最後だね。白最後。で、まあ、新緑だ。新緑って言ったらなんかな。じゃあ、緑。緑、赤みたいな感じかな。暗黒の時代って言ったから、まあ、黒の可能性もあるんだよな。これ、赤っぽいな、これ。で、赤で、みたいな。そういう感じ。トゥルルル。さあ、どうだ。あれ？あれ、どうやって俺ここに来た？そもそも俺はどうやってここに来たんだ？マリオカップル。これもあれか。あれ、下行ったらあれだっけ？マリオカップル。これ入り口のとこだよな。どうやって来たんだ？てててて。これどこ？は？これ。こっちは戻るか。これ戻る。で、これが。これ多分緑っぽいな。でも適当にやればよくないのか。そこまでわかれば。緑、赤。まだ、あと、そう、ほぼあれでしょ。え、あんのかな？あれがないんだよな。ちょ、緑でしょ？まあ、そうだ、これがまじ、あ、これなんかそういうあれじゃない？黄色、青みたいな。これ何？これなんだ？黄色。あれ、青ってなかったよな。黒し、あ、黒か、これ。どうだ？これは順番するっぽくないのか。この配置で言うと。違うか。違うのか。あ、違う。あ、そういうこと。これ、青、緑だ。あ、違う。青、緑、黄色だ。そういうこと。ちょっとこれで言うと、ちょっと青、ちょっと青、緑だね。青、緑、黄。で、赤、赤か。赤。暗黒って言ったのは黒白が？これが。お、やった、よかった。謎のあれだよね。謎への道で。これなんだ。そう、よこせ。謎のあれを。お前か。そういう系のあれが。アルスレート。おー。これや。なるほど。あれ、なんか、ホルスターに逃げてたよな。ちょっと可愛いな。なあ、まあ、なんだかんだあれだからな。顔ちょっと変わってるから、ちょっと一回ちょっと聞いてみっか。てれてれてれ、なに？北斗。おー。あ、なんか、でもそれっぽくないな。まあ、ちょっと北斗に行けと。てれ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 って、なんか人がなんか少ない気がするんだ。あれ、この人いたっけ？でんでんでん。ホルスの北つったよな。北とか北東かなんか。北東みたいな。おー、なんだなんだ。お、謎。なんか発見したぞ。これ？これか。おー、なんか行動つったよね。んじゃあこれじゃないな。な、ちょっとそれらしくちょっとなんか恐ろしいな。おー。なにこれ。お、やばい。やばいぞ。お？ハズレ？的な？出てその謎のなんか順番があるのかな。あ、なるほど。右目な。で、戻れませんと。あー、これ多分あれだな。
これまたなんか最初からになってるのかね。あ、でもそう、これ謎なんだよね。じゃあ、こっか。あ、違うな。右、右か、じゃあ。まあ、それかもしくはこれリセットされてる可能性もあるな。右。あ、なんか違う。まあ、でもそういう感じでんだったら、なんかあれじゃん。いずれはまたどり着くんじゃないの。これ、いけないの。いけそうじゃない。あ、いけない、いけないのか。この曲かっこいいよ。てるてるてる。じゃあ真ん中。左が。謎のあれだよね。てれてれて。これは何だ。おお、やっちまった。てれてれ。おお、怪しいね。ちょっと切って、やっちまったな。あ、結構すぐあれが。おお、あばばば。おお、なんか来たじゃん。来たぞ。あんたこんなにこんな違うのか、じゃあ。レイティアソーク。さあ、何事だ。おお。ちょっと見てみっか。てれてれてれて。これがあれか。まあ、結構上がるよな。アルスレート。上がるね。アルスだからね。これどうしまいか、これ。なんかおしまいっぽい。帰るのめんどくさなの。お、ちょっとでも止まりまくったんだけどさ。なんだそれは。なんと、大きな人が、ほーん。なるほど。ちょっと、まあ、とりあえずなんと逃げた。これ?これかな?お、なんかすごいこれも大変だったね、今なんか。なんかあの、なんとの、あれか、ほ、あれどうだっけ、なんかあの、これか。なんとなんでかいところなんか、まあ、そこの、まあ、なんつうの。これ結構大変だったけどな。まあ、いいや。見つかればいいのよ。トゥルトゥルトゥ。これ何?お?おーん。東へ、明日訪れる。はあはあ。まあ、じゃあそれはあれか、普通にもそのままいけど。てれてれてん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 。お、でまた来た。それは何、これでいいの。ほう、あれ、ここ、これ入り口か。入り口でこれがあり、ああなるほど、一回だからあれか、こうさっと行って、それ逆行けってこと、多分。よくわからんか。いや、失敗したか今で、これにより、ほう。あ、ってことはなんかあれか、ちょっと手順がありそうな、なんか。多分正解だとあるんじゃない。おかしいな。西。ちょっと待って、これ、これ戻れんだよな。お?お、お、あ、キタンジェネが?こういうこと?いや、違うか。え?これに戻るの?いや、違うよな。でもなんか今なんかちょっと方向性ちょっと間違ってなかったんだよ、多分。これ行き過ぎるとあれだよな。行き過ぎると、まあそうなる、戻る。もう一回やってみっか。こうなってんだよな。こうなって、いや、これ絶対順番あるな、これ。なんかもう方向性は間違ってますような気がする。あ、そもそもあれ?わかった。ちょっとわかったかもしれない。もう根本的に間違ったの。東じゃん。こっちだ。これなんでその真ん中にこだわったの?で、これで戻るってこと?
これよ、これか。お、離れ見渡してこそ望むべき真実。離れてこそ、これなんだ。登った、何それ、なんかのヒントか。意外とそういうあれ違う、いや、これじゃねえか。ちょっと違うか、一回行ってみるか。これも怪しいが、まあいいや。ほうほう、はい、パスワード、パスワード、何、あ、じゃあそれがあれかな、見渡してこそ望んべき、ここにあるんじゃないの。ん、AA、 あ、そういうこと、ん、これ RAY か。あ、そういうこと、 RAY か、多分。よし、寄ってみろ。全然違うじゃんね、なんでポポって。まあ試しに、はい、なるほど。これでてれてれて、あ、来たね、やっと。よかった、なんだかんだで、ね、問題解決した。捨てあろう、うい、ほん、よし、帰るか。ここになんかさ、なかったっけ。お、2個か。まあ、使うか、ちょっと。ヤギのぬいぐるみ。なんかヤギのぬいぐるみ、なんかどっか落ちたんだよね、1個。おー、ファニーサンダル。あれ、ヤギなんだっけ、なんか即死をなんか、普通的なあれかな。そういう感じだった気がするな。何これ。おー。あ、なるほど。身代わりのあれか。これはエンカウント率はいらねえだろ。なんということ、ディフリケーター使っちまったぞ。もしやこれ、これいけんじゃねえか。お、ほう、謎の物体。あとはこれもあんじゃん。ほう、なんかなんとも言えんな、これ。よし、ちょっともう果てしなくやったが、なんかあそこのダンジョンの、これがそれなんじゃないか。ちょっと、やっと進められるな。多分これはそうなんじゃないかっていう。これが。これどうだ？てててて。なるほど。なかなか凄まじいことだな。謎だよね。あとその左のあれも謎なんで、定期的にこの出てくる。ブラッティはどこ行ったんだ。調査しよう。じゃあまあ地道に行くか。じゃあ我々もてれてれて。会場の子にいたら威圧感を感じる。これも、あ、持てんだ。これなんかあんのかな。結構なんか珍しい気がするな、こういう。ボムとかだってあるじゃん、なんか。ないじゃん、なんか。あ、そうだ、そうだ、ブラッツそもそもあれじゃん、だって。三つ目のあれがないじゃないか、そのアクションっていうか、その。いや、手を考えるとやっぱあれだよな。これ何？おぉ、恐ろしいあれだな。三つ目のアクションないってことは多分出てくると思うんだよね、やっぱ。そういうパターンもありそうだからな。二つまでみたいな。まあ、いろいろパターンはありそうよ。ティリリリリリ。どこだこれは。我々はどこに行けばいいんだ。ティリンの大量だな。
なんかこうやたら用意されてる謎の物体が。なんで一回なんかあれが、一回やって閉じられたのかな、開けてこういうのが。おーほーほーほー、意外とまあ、なんていうの、まあ、崩れるってもありそうだからな。割となんか一本道だな。一本道のこうなんか、おー落ちた。おーすげえなんかあるな。やたら複雑なあれなんで、ね、これ落ちたらもしまいだろうな。人類のあれでも。てれんてれんてれん、これ誰がいるのかな、この界隈には。そこを私は調べなきゃいけない。いて、あのコウモリなんだ。謎のコウモリがいっぱいいんだよ。ズバッと見てな。お？なんか水がなんか漏れてるんだ。あ、これ？あー。なるほど。あ、それもやって、それもやると。任せろい。これ時間がありじゃんか。これちょっとタイミングがありそうだな。おい。じゃ、なくなった。お。おー、いた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 。これどうだ？あー、これ、それ、それか。で、これは。で、なくなった。大丈夫か、これ。お。いや、もうちょっともうちょっと。おー、危ない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 。やめろ。そうだ。そういうことが危なかったな。で、なんだ、この地域は。どうせなんかまたなんか落ちるあれだろ、これ。お？あ、あれもいいのか。これなんか。おあ、そういうあれか。落とし穴ないけど、そういうちょっとあれね。ややこしい輩がいっぱいいるみたいな、そういう感じか。でるるるる、これ一気に行くしかないんだ、これ。はーん、ということは、この謎の地域。これ真ん中、一回だから、ぺ。一回避けてあれだな。避けてそのまますって行くしかない。で、これすって行って、行ったところ、まあそうだね。いや、今すげえ食らったんじゃねえかなんか。そうでもないか。意外とこういうのは横とかありそうだな。何もない。何もないんだ、これは。うわ、戻ってきてず。おー、なんかこういう、ちょっと裏から行くぞ。ちょっと怖いから。当たり前だ、こんなんか。スッて行くのがあるんだよ。わからさまに罠臭いんだが。罠でしょ。はっはっはっは。おい、甘いわ。俺をそうやってなんか、そうやってやろうだなんて、そんなな、甘い。お、なんかあっち道ができた。ちょっとあっち側、ちょっと一応なんか声がな。道はない。これ多分落としやな。ショックスライダー。お。おー。なるほど。まあそういうあれなんで、普通の宝箱に入ってるってのはなかなか面白いな。いや、やっといてよかった。おー、この玉座なんだ、これは。これは怪しいね、これね。これなんだ、これ。何部屋？絶対なんか、絶対なんかできそうなんだ。おーい、これ。またお前か。おい、何やってんだ、君は。待ってください。戦う必要ありません。戦っていけないんです。お、そうよ。そうだな。だが、そうか、やらねばならないんだよ。まあ、それあれだよ、なんかもうちょっと、それ大変なあれだよ、なんかもうやめた方がいいよ、そういうことは。デレデレデ、魔人の肉？魔人の肉って、お前なんぞ、それなんぞ、それなんぞ、それは。なんと、遠回しなちょっとプロポーズ的なちょっとやめてくれ、それ。なんだこいつ、意外となんかヒロイン的なあれなのか。黒い汚れ。これがアクアだ。ペチペチ。デデデデンデデン。これ強いからな、こいつな。謎の強さ持ってんだよ。デデデデデデデン。この野郎め。まあ多分大丈夫だろ。油断をしなければ。なんかメテオ。お！来たぞこれ。全体攻撃のあれだ。神髄と、これが神髄だ、我々の。アクアよ。恐ろしいんだよな。やたら絡ん、やたら異常に絡んでくるんだよな。魔人の肉ってあるんだな。魔人の肉を使ってんのか。それはそう謎なんだよ。
もう一人の私か。もう一人の私だからな。じゃあ最初にその、じゃあねか、その天使と魔人が出てくるのかな。やられた。やられおったか。あ、どうなんだろうな。今とはその人間しかあれだもんね。人間しかいねえからな。この、なんつうの。割と。敵対勢力っつうの。まあそういう感じがあるから、もしかしたらなんかあるかもしんないな。デリ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 。もうこれがあるから、もうどうしようねえんだよ、これだな。で、またあれ使ってくるんでしょ。メテオ。メテオストライク使ってくるんだろうな。あれ使われたら結構きついんだよね。テリテテリテテ。じゃあ魔人と天使みたいな感じになってくるのかね。そういった構図が出てくるのか。それはなんか面白そうだけどな。それで急になんつうの、あの魔界、あの四天王的なあいつらもなんか急に協力し始めるという。そうなったら面白いんだけど。テリテンテデンテテンテテン。そういう展開もありそうだな。どうなんだろうね。こいつ仲間なのかな。いや、顔があったからな。あの、ティムの、そう、ティムもなってのは最初はあったもんね。その顔があって、なんていうの。でもなんか仲間になると思わなかったけど、仲間になったからな。って感、まあ、その流れでいったらこいつ仲間なんじゃないの。いて。その流れでいったら。でんてんてれでれでん。まあ、ちょっとわからんけどな。何がどうなのか。って考えると、まあ、ブラッドがもし復活したとして、あとまあ残り一人が。残り一人があれだよな、ちょっとわかんないよな。誰仲間なんでしたら。枠があるんだよな、もう一個な。こっから先なんか、今どんぐらい、中盤ぐらい行ったのかな。まあ、中盤ぐらいかまだ。よくわかんないんだよな。どこら辺までちょっと敵をなんか追い詰めてるのか、いまいちちょっとわかんないね。割とまあ世界観はちょっと広がってかないけど。ベン。まあ、世界中を回れるようになって。データメテオドライブ。でもあれなんだか、まだ行けないとこいっぱいあるからな。2300だからな。2300だよ。デリ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 デン。しかもこれやられたらあれだからな。その FP がなくなるんだよな。FP っていうかあれが。下のゲージがなくなるっていうのが、それがちょっと厄介だな。これが俺のマルチブラストだ。キャードロロロロロ。お前めちゃくちゃ強いからな、お前な。頼むぞ、お前。仲間になってくれよ、ちょっと。で、仲間になった瞬間、なんかめちゃくちゃ弱くなってる、弱くなるみたいな。そういう、そして、それは勘弁してね、ちょっと。こいつも完全に殴り、もう殴り系だよな。ひたすら殴るみたいな。てりてりてー。おい、どうにかならんのか、この謎のあれは。ちょ、冷静になろう。いや、めっちゃ食らうんだが、ほんと。その、回復するなんかあれが謎なんだけど。リルカはなんつうの、意外とあれだからな。意外と回復してくんないからな。粘るね。ペンテリテテリテー。よーし、いっか。じゃああなたはミスティック、ミスティカは全体だべ。これ感じでいくとあれだよな。あー、これ結構なんか消耗すんな。まあこうだ。で、ショットでも使えばいいじゃん。レッドビード、お、なんかいっぱいなんか増えてきたな、なんか。12。まあ使っていいんじゃん。これ狙うんだよね、そうやってね。やりやがったな。てれてれん。これヒールどうなんだ？置いた？全部手こずらせやがって。まず届かない。偽りじゃない。データアミネーションだ。何、天使とは何、魔人はその、表裏って的な、そういうあれなの。そういう感じ、そういう感じなのかもしれない。魔人を変わるために。体はストラスってんの、それは謎なんだよな。お、来るか。なんかまだ結構すんのか。もう一人の僕が住んでいる、潜んでいる。
そうだ。一瞬、お来るか、これは。抑えきれなくなった時、その時に。あなたの力を借りたい。アシュレー、何を土地狂ったこと、お言ってんのかっていう、そういうあれが見る。戦うたび。あー、でも最近なんかあの力使ってるわけね。僕ごと貫いてほしい。お、なんだお前は。茶番終わりです。仕組まれた、仕組まれたか。まあ超好きだなんてながら英雄オタク。なるほど。ディリディリディリディ、埋もれているのがお似合いですよ。なかなかこいつ面白いな。おい、やったな。沈没的な。危なかったじゃん。あれ、ちょっと爪が甘いんだな。ボルスト。喧嘩するからなんかあれだな、ってな。あの、これやっぱ仲間になりそうだね、これなんか。いや、絶対強いでしょ。おい、頼むぞ。おぉ。あれ、久しぶり。超久しぶり。テレテレテテテテ。マリアイブレ全然出なかったよね、なんか。シルエット。おー。ビクトール。ビクトール来たか。ビクトゥール型の。なるほど。なんかいろいろ大変そうだな。めっちゃ怒ってんじゃん。言うな。存在意義とかな、そんな、いいじゃないかも。おい、何事だ。どうせあいつが来たんだろうな、今。うわぁ、おっぺけぺやろが来たろ、どうせなんかもう。おい、燃やすな、人んちを。お人んちを燃やすのは、そう、お、教わんなかったそれなんか、お前たちまったく。みんな助けるんだ。あ、なんか分離したな。これ襲われんじゃねえか、そのなんか。ちょっと卑劣だよね。お茶目さん。もうわけなかんねえ理論をなんかもうやってんじゃねえぞ、お前。ほんとだよ。死にそうないわ。おお。倒すべきそんな人だ。お、何、まさかこれ、あれじゃないか、ついに来たか。お、何、こんなこの激アツな、あれはこいつなかなか面白いな。ほほほ、これは楽しみだな。お、ちょっと待て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 、何があるの。移動レフト、お、出た、メテオドライブ。おお、ガトリングテイン、多段攻撃、このウィップあるぞ。結構消耗するね。消耗するが、まずとりあえずガトリングぶっ放すか。あ、それ、あ、え、これ何するのって。君は黒い、やがれ、これはガトリングレフトアメッジだ。どうだ、あ、結構強いじゃん、この野郎。全然食らってんじゃん。よし、今のうちだ。これ装備でなんかできんじゃん。お、ちょっと力をさ、いや、これ使うべきだろ、どう考えてももういいし。こういうことなんだよ。こんな、あ、やや、あ、まあいいんじゃない。てけて、てけて。よし。さあ、ぶっ破してやる。覚悟しやがれ。ペン。お、カノンなんかいいな。もう全然なんかあれだ、殴り強くねえぞ。ミス。はっはっは。無駄だ。お前、その殴りなんだ、それは。お前、大丈夫か、本当に。お遊びのつもりじゃないんだろ。これ、ちょっとガトリングの、ちょっとあれだ、メテオ。
そのメテオドライブやった方がいいでしょ。マジ頼むから、ね、反撃。まあ、全然食らってんじゃん。お、やるね。さあ来たぞ。ない、そうか、じゃあこれだ。桜井やがれ、これがメテオドライブだ。ダン、お、いいじゃないの。なぜかこいつはなんか1対1でなんかやるあれが多いよ、ね、なんか知らんけど。お、しかもディリディリディディリディリディ黒い汚れ。どうだ、お、結構いいダメージじゃん。これなんだ、なかなかしぶといな。てんてんてん、このまま押し切れんのかな。さあ押し切ってやるよ。これがそれだ。なんか普通の流れは全然強くないけどな。でもこれ、まあこういうの駆使すればまあ結構いいあれなんじゃないの。お、いいじゃん、いいじゃないですか。こんな時に、おい、負け惜しみばっかりやがって、このペチコ、ペチオ軍団が。何事、まあいいじゃねえか、仲間なんだ。雇う、渡り鳥ってのはなんかいいな。報酬は、それはいいのか。それで成立したんだ。困ったねじゃん、本当だよ。仲間になったとついに。これは嬉しいな。嬉しいね。嬉しいね。あ、なんか久しぶりじゃない、この。迫るおさん、決戦を前に、決戦。そうか。もう何でもいいよ。てれててれて。おん。なるほど。てて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 て。まあそこに行けと。知り合いなの。血の宿命。アイシャ・ベルナデット、おお。知っていたのか。そうだったか。デリデリデリデン。はい。はあはあ。ああ、なるほど。まあ、使いまくれってことか。ギガンなの？何？何それ？へえ。おお、なんかずいぶんなんかあれだな。ずいぶん有能っていうか、なんか謎の、謎すぎんだけど、君は。謎極まりない状態だって、大丈夫かなんか。そんな、なんかいろんな、なんか、いろんな、なんかぶっぱしてるけど、なんか。ててててこれ何使うの？何もねえじゃん。何を持ってねえぞ。俺は悲しい。まあちょっと、まあキリがいいからあれか。じゃあちょっと休憩すか。じゃあ休憩して、さらばだ。